第5試合、まず赤コーナーはこの MC だ。続いて青コーナーはこの MC だ。わでは先攻後攻カードドロー、フランケンさんお願いします。こちら質問は後攻でございます。立ち位置このままで参りましょう。先攻派を後攻フランケンですね。この2人のバトルフィールドはこちら、来ました、満月フィールドとなっております。ビートチェック参りましょう。 DJ のお願いします。 Hey Yo yo What Hey On。さあ第5試合参りましょう。先攻派を後攻フランケン、8小節3センター 3ターン、レディーファイ。知名度勝負じゃないのが現場、事件を起こせる気がしてるんだ。これは真への対抗宣言、乗り気をみたいな反抗声明。イエー、これが俺のさ、いつも通りでさ、かましてるのさ。イエー、逆境覆し独壇場、ヒーローみたいに俺誕生。知名度とか気にしてるお前はダサいな。知名度関係ないだろ、実力勝負だろ。反抗声明か何だか分かんないけど、お前の頭にマジで操作の反抗をしてやるよ。バーンバーン、これで終わり。お前は知らない、でも知名度じゃないでしょ。実力勝負、次どんなのかましてくるの。こいつのラップに息遣いがない、手付き書きのサインとは違うこと。つまり反抗をしたみたい、毎度バトルで同じことやる、まだバッカー。意味ないこと俺ラップが前で分かってるって話だろ。ライムとライフつなげるスタンプじゃない、スタイルのライフスタイルだ。なんとかやっとけ、ちゃっとけ、ちゃっとか言ってる。ファイト同じバトルやったんだけど、反抗マジで勝者バーンってやったら初めてなんですけど。嘘つくなこの野郎、いくら貸したいからってリーグ戦だ。フランケンには貸したいと思ってんだろ、みんな強いから。でもお前はずるいから負けるよ。いやいや、スタンプって言った、ハンを押したようにって日本語を知らないらしいぜ。いやいや、そういうこと、これは非方言。いつ OK 曲を耳元へ。Yeah, 俺はこういう感じ、あたと一緒に言葉をつないで。ラップのスタイルノリノリでセッション、月の裏側お忍びのデート。お前のラップは恥ずかし、前で見てる客がはにかんでたぜ。こいつとかわってダサいって、ちょっとヘッて笑えないって顔してたぜ。お前なんだかこんな子で、こんなポカマシでなとかでちゃちゃちゃとか言ってるけどさ、全然ダメだぜ。次はどうだ。終了、終わりだ。判定参りましょう。まずは先攻ハオ、後攻フランケン、勝者ハオ。笑みのこぼれるバトルでした。ナイスバトル。